速稼塾のポです。さあもう夜遅くなりましたね。今ちょっとねフェイスブックをチェックしてると、まあなんともねこっぱずかしいと言いますか、ありがたい、記事を見かけました。それはですね、本当にこういうことを私の口から言うのは僭越なんですけども、まあ私のね名前と、なんとメンタリストの DAIGO さんの名前がこうやってね一行違いで出てて、この、まあ、マインドのことをね記事にしてくれたんですよ。ちょっと内容はなかなか恥ずかしくて言えないんですけども、いや本当にそこまで感じてくださって嬉しいなと思います。で今回お伝えしたいのは自己否定論です。改めて速稼塾の自己否定論ね。で私はねまあ、いわゆる世間でいうプライドは持ってないんですよ。でも自分の決めた勝手なプライドはあります。それはどんなプライドかというと、ビジネスをしている以上一番恥ずかしいのは売り上げが立たないことっていうプライドなんですよ。まあ、ですので私ね、お店をしている時にお客さんがどうしても来てくれないと、で売り上げが全然上がらない、その時に思ったのは、その辺のね草を食べて売り上げが上がるんだったらいくらでも食べるぞっていう気持ちとか、人の足を舐めてその人がお客さんになってくれるんだったら、そういう約束をしてくれる人がいるんだったらいくらでも舐めると。一番ビジネスマン、店舗運営者として恥なのは、店を開けていて売り上げが全く上がらないこと、自分の経費を捻出するほど上がらないこと、このぐらい恥ずかしいことはないなと思ってました。で多くの方は逆なんですよ。金のために売り上げのために人の靴なんて舐めたくないとかね、その辺の草とかね、犬のうんことか落ちるかもしれない、そんなものを食べてまで売り上げとかそんなことないよとか、自分は人に頭を下げてね商売しようと思わないみたいな、それをプライドって思ってると思うんですけども、商売人をやってる時は売り上げが上がらないことが私はねもう本当にじくじたる思い、それはプライドを捨ててでも、いわゆる世間でいうプライドを捨ててでも、売り上げがないっていうことの方がプライドをなくすということだと私は思ってたんですよね。で売り上げの上がらない毎日を送ることっていうのがどんなに恥ずかしいことか、ビジネスマンを誇る上でどんなに惨めなことかって思ってました。でその流れで、まあ、ネットビジネスを始めた時も1日に10万円程度のね売り上げが上がらないようだったら私その先ないなと思ったんですよ。本当に自分がビジネスマンを名乗る上で、速稼塾っていうものを名乗る上で、広島ナンバーワンネットビジネス塾を名乗る上で、ナンバーワンなんだったら1日10万ぐらいの利益上げろよみたいな、それが9万8000であっても9万9999円であっても、それはお前はダメだ、失格だっていうふうに自分に投げかけていたんですよね。まあ、だから工夫の上に工夫を重ね、どれだけでも頭を下げて、売り上げが上がるんだったら頭を下げて、どのくらいでも人の気持ちにへり下ってね、どんなにバカにされてもやり続けてきたってところがあります。この自己否定論が多分私をすごくね支えてくれたんではないかなと思いますよね。で自己肯定して一個もいいことがなくって、で私よく言うんですけども、自己否定論はどんなところまでいくかっていうと、日本人の人口として数えられてるだけでも本当にありがたいなと思うぐらいに感じてるんですよね。自分はどうしようもない人間だと思ってます。で今でもね振り返るんですけども、自分一人の自分が思ってることすら実現できない人間がもう何を言う権利があるんだっていうふうに私は自分に問いかけてたんです、いつも、ね、自分が苦しいのは自分が苦しさを脱却する力がないからだっていうふうに内側に対してすごくね問いかけてました。これが私の自己否定論なんですよ。でここで多くの方がまた勘違いするのは、自分を責めすぎてねもう嫌になっちゃうんじゃないかっていうふうなことなんですけども、これは、ね、人格否定なんですよ。これじゃないです。自分にはまだまだできることがあるはずだ、もう一歩踏み込めるはずだと、もう一工夫できるはずだっていうふうに、まだね自分の、内在してる力をいつも引き出そうとしてるんですよ。もう一歩引き出せるんじゃないかなと、いやいやこれでパーフェクトじゃないはずだと、まだあるはずだっていうふうなのが私の自己否定論なんですよ。自己肯定っていうのはもう精一杯やった、もう自分はね思う限り頑張った、もうどこにも落ち度がないって考えちゃうのが自己肯定感なのかなと思います。私はこの自己肯定感はないですね。何回やっても何千回やっても何回同じことをやっても完全はないと、まだ次の未知への完全を求めていこうかなというふうな気持ちがあります。まあそのぐらいでやってるとね、人から批判を浴びても、まあ批判されて当然だなと思うんで、もう何とも思わないんですよね。自己肯定感が強かったり変なプライドを持ってる方って、人からバカにされたら傷つくついたりとか、イラッとしたりカッとしたりするんですよね。私はそういうのが全然ないです。バカにされて当然な人間だし、笑われて当然な人間だし、レベルが低いと思われて当然だし、もうあれだったらね、もう本当はバカ野郎って言われても当然な人間だと思ってるんですよ。本当バカ野郎なんでね、で普通じゃない人間だと思ってますし、変人だと思ってますよ。じゃないとこんな暮らししてないですからね。まあ、そう考えると自分がいかにねへりくだっていけるかっていうかね、本当卑屈なほどへりくだっていけるかってところが、私に対する自分に対するキーポイントだったかなと思ってますよね。
満足することもないですしね、でもありがたいと思うことあります。この違いはちょっと大きいんですけども、今ね Facebook を見て ある方の記事を見てね、本当に内側から出るこの感情がこのライブ配信を誘発してしまいました。お聞き苦しい方本当申し訳ありませんでした。それからおまけです。山根さんね、西川倉村の山根さん、薬ブーツをやめろほっほっほっ、薬ブーツをやめろほっほっということで、私もね同じように恥ずかしい動画を作りましたんで、山根さん全然恥ずかしくないですよ。山根さんが薬ブーツをやめろってやったら私もやりますんで、ね、もっともっと自己表現恥ずかしくないです。100年経ったらみんないなくなるんですからね、何にもねはばかることないですよ。もう自由に YouTube やってってください。で YouTube ね表現してケチつける方はいずれいなくなりますから。で山根さんのことが好きな人だけがずっと YouTube のファンでいますから、それでいいじゃないですか。私も同じ気持ちです。それでは失礼します。